オムには、クライスラーの一部門である、ダッチにて販売していた自動車である。1972年に発生したオイルショックは、それまでのアメリカ自動車産業を一変させるほど、多大な影響を与えた。二度の危機を経て、1970年代の終わりには、アメリカでもサブコンパクトカーの需要が高まりつつあった。しかし、競合各社が、 次々と小型車を発表してシェアを高めていく中、従来型自動車の販売に依存していたクライスラーは大きく出遅れた格好となっていた。そのような背景のもと、オムニの開発は始まった。米国クライスラーとしては小型車開発のノウハウが薄かったため、オムニは当時のグループ会社であった欧州のシムカなどと協業して開発がスタートした。こうして完成したオムニは、 ダッチ、プリムス発の全輪駆動車であり、同時に北米自動車メーカー発の横置き型エンジンの全輪駆動車となった。ボディは当時世界的にヒットしていたフォルクスワーゲンゴルフの影響を強く受けたボックススタイルとなっており、またエンジンは当時クライスラー側に小排気量エンジンのノウハウが少なく、シムカやフォルクスワーゲン製の OEM 供給を受けていたため、 北米モデルでありながら、全体的な乗り味は、欧州車のものに近かった。なお、並行して開発されていたモデルにクライスラーホライズン、プリムスホライゾンがある。プリムスホライゾンとはバッチが異なる程度の姉妹車で、あるが、クライスラーホライズンは、シムカ手動で開発されたため、一見して、同じように見える車体も内容が大きく異なっており、さほど互換性は、高くない。 オムニの販売は一定の成功を収め、当時破綻危機に陥っていたクライスラーへの政府の有志の判断材料として、高材料となり、結果として、同社の立て直しに貢献することとなった。ボディタイプは当初は5ドアハッチバックのみであったが、1979年には派生モデルとして3ドアハッチバッククーペのダッチオムニ024が追加された。その後、オムニは、 開発元のシムカがクライスラーグループから売却されていたことや当時のグループ企業であった三菱自動車工業からミラージュなどのサブコンパクトカーをコルトとして OEM 供給を受けていたこともあり直接的な後継者を登場させることもなく1990年までの長きにわたって販売されていたキャロルシェルビーがオムニをベースにさらにチューンを施したホットモデル 1984年から販売された。チューン内容は、シェルビーチャージャーに準じたものであったが、2.2リットル時か、4ターボモデルが追加された。1トン余りの車重に、相まって、軽快なホットハッチの性格であった。シェルビーは、その後、本モデルの最終生産分500台を買い取り、ベースからさらにチューンを施した、シェルビー GLHS を開発している。 ありがとうございます。